あの気を使ってあのパスですよ、まず、ね、しっかり組んだら、でこの肩を使って相手の方にプレッシャーかけて、で若干横向き、でこっちの手で相手の気を出してグーッと渡して、こっちの手に渡す、でグーッとタイト深く掴んで、深く掴むと相手の肩がもう上がらなくなるので、この状態にしておいて、あとはここで相手の開いて、もしくは横向いて膝を出して、まあ、こっちで蹴ってもいいし、足にパス。